パラノーマルアクティビティには2010年のアメリカ映画2009年に北米で公開されたパラノーマルアクティビティの続編続編であるが内容的にはパラノーマルアクティビティの前日談であるある日クリスティとダニエルが帰宅すると家が荒らされていたしかし亡くなったものはクリスティの姉ケーティからもらったペンダントだけだった防犯のためにダニエルは家中に 防犯カメラを設置するが、その日を境にして、クリスティの周りで、次々に不可思議な現象が起こるようになる。悪魔の仕業だと怯えるクリスティだがダニエルは聞く耳を持たなかった。だがそのうち、クリスティは悪魔に取りつかれたように表現してしまう。悪魔の存在を信じたダニエルは儀式により、取り憑いた悪魔を、クリスティの肉親であるケイティに移動させたのだが、 パラマウントとドリームワークスによって、マイケル・アール・ペリーが脚本家として雇われ、前作で、脚本、監督を務めたオーレン・ペリーは制作のみに止まった。監督には、当初、総録のケビン・グルタートが雇われる予定であった。しかしながら、総シリーズのスタジオ側が、グルタートに、総ザ・ファイナル 3D を撮らせるためにその話はなくなり、代わりに、トッド・ウィリアムズが監督に就任した。 2010年5月に制作が開始された。2010年6月30日公開のエクリプストワイライトサーガに予告編が初めて付けられた。世界最速公開は2010年10月20日のフランスであり、制作国のアメリカ合衆国は2日後の22日である。日本では2011年2月11日に公開された。配給は 前作のプレシディオに代わってパラマウントが務める。ありがとうございます。